はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん、いきなりですが、皆さんはお化け、幽霊を信じますか？はい、というのもですね、まあ、昨日ね、ヒカキンが初めてお化けを見ちまった的なね動画を出していまして、で今日ね一緒に撮影ある撮影してたんで、その時に話を聞いて、いやマジ怖かったんだよ、やばかったんだよっていうね話をぶわーって聞いたらね、僕の体験もちょっと話したくなっちゃって、はい、今日はこう撮影しております。というのもですね、僕ね毎日のように一時期お化け見てた時期があるんですよ。はい、その時期というのがですね、僕がねまだ姉と一緒に住んでた頃、多分ね 3,4 年前になるんですか。でその当時というのが、僕はねまあ YouTube もやってたんですけど、昼間はマッサージ師として働いて、そして夜動画作ってそれをアップロードするというね、そういう時代ですね。はい、でですね、どういう体験あってたのかと言いますと、まあ夜ですね、電気を消します、そしておやすみなさいって寝ますよね。でその時にこう寝てるんですけど、なんかいつの間にかふーっとやっぱり目が覚めるんですよ。でその時に体が全く動かないんですね。もう喉もってどんだけ叫んでても、やっぱりね金縛りの時って声が出ないんです。でこう上を見ると、僕はこう寝てるところをこうやって首を絞めてくる、まあおばあちゃんがグーって首を絞めてくるんですよ。で僕もう苦しいじゃないですか、体も動かないし息もできないし、で助けて助けてって、姉がね壁一枚隔ってて姉がいるから助けてって言ってるんですけど、全然声が出なくて、で助けてと思いながら、やっぱり苦しいんですよ。でどうにかならないものかなって思ってるんですけど、結局その時は何もできず、でいつの間にかまあ、もう一回多分寝てるんでしょうね。で朝になってたっていうね体験が、実はね毎日のようにしてました、マッサージ師時代。うん、でこっからがね、僕が思うになんですけど、ある例外的な人を除いてです、本当にそういうさ力を持ってる人ってたまにいらっしゃるじゃないですか、幽霊。うん、僕のいとこの娘さんもそうなんですけど、なんか家でとかでね、ぐちゃってしてる人いるとか、ここら辺にいるとかね、めっちゃお母さんにこう言ってくる子がいるらしいんですけど、そういう子は別として、僕の場合はですね、多分ね極限の疲れ、うん、精神的にもうダメになっちゃってて、脳がもう働いてなくて、その睡眠とその起きてる状態狭間でそういうの見ちゃったと思うんですよね。というのもそのねマッサージ師で、僕はね8時半、まあ8時半に出勤して、マッサージ仕事が終わるのが大体11時頃、まあ修行も兼ねてですよ、練習で家に帰ってきて12時とか12時半とかで、そっから動画を毎日3時4時まで作ってたんですね。でっていうか毎日やってると、やっぱりね木金曜日あたりになると極限に疲れてくるんですよ。立ってるのもやっとな状態で、どうもねその金縛りにあるのが木金が多いと思って、うん、あやっぱりねこれは疲れとかから来る心霊体験なんだ、うん、おばあちゃんが首絞めてるのは、あのおばあちゃんだって誰かわかんないですよ、うん、もう今となっちゃどんな顔かもあんまり覚えてないんですけど、まあめっちゃなかったのかなって思います。どう思います、皆さん、信じますか信じませんか。まあそういう人は、僕は割と幽霊信じます、そういう才能が持った方っていうのはいると思います。正直羨ましいです。シャーマンキングとか読んでさ、こう幽霊とお友達になってさ、その憑依させてさ、こういろんな才能が開花みたいなね。ということでですね、今回は僕の心霊体験を話させていただきました。ぜひ皆さんの怖い体験なんかがありましたら、動画概要欄で噛んだけど動画概要欄でお待ちしております。では以上、マスオ TV でした。バイバーイ。